めっちゃ綺麗。うわーすごいパチパチしてすごい噴水みたい。うほほー眩しい。こんにちは、福井の景色です。今日は今から下市山に登ってフェニックス花火を見たいと思います。それでは行ってきます。地面がぬかるんでますね。若干滑りますわ。今日はね、日頃のランニングの成果見せますよ。はい、第一展望所です。もう結構辛いっていうか、もうこっからでもいいんじゃね、ぶっちゃけ。いや、登りますよ。もちろん頂上まで行きますよ、今から。はい、6時15分なんですけど、花火30分ぐらいで始まるんですよね。ちょっと間に合うかな、心配だ。おっしゃ、第二展望所まで来ましたよ。もうこっからでいいんじゃね。日頃のランニングの成果見せますよ。日頃のランニングの成果見せますよ。日頃のランニングの成果見せますよ。見せますよ。見せますよ。いや、頂上まで行きますよ、もちろん。いや、すいません、行きますよ。やってきました。第一階段です。滝汗、汗が止まらない。この急勾配。っていうか、暗くて映ってねえんじゃね。ダメだ、もう暗くて映ってない。暗くて映ってないと思うんですけど、第一階段終わって分かれ道に来ました。頂上広場まで15分。やっぱ山ん中って思ったより暗いな。マジきついからな、これマジきついんだから。あ、やべ、汗目に入った。第二階段突破。今37分、打ち上げまであと15分です。間に合うかな、間に合うかな。おっしゃ、もう少しで頂上です。お待たせしました、山頂にやってきました。打ち上げのだいたい15分くらい前に着くことができました。今はこんな感じです。じゃあこの後花火を皆さんにご覧いただきたいと思います。それではどうぞ。Thank you.
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 ということで、いかがだったでしょうか。福井フェニックス花火2022でした。来年は下市山からご覧になってはどうでしょうか。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。